でまた一人で走り出しました。すっごい極低速ですけれども、こんな極低速なのにまっすぐ走っている、そして止まる、止まってもまっすぐ立っています。なんかこう触るとなんか合図になるんですかね。さあそしてまたハンドルに手をかけて、ちょっと微妙にこうアクセルをライダーの方動かしているように見えますけれども、静か、これもモーターで動いてるんですね。すごい、全然びくともしてない、かすかにこのフロントが動いているぐらいですね。さてこちらの乗り物はちょっと噂にもなってましたけれども、実際に見るとよりその凄さを感じますけれども、はい、まずこれは何というものか教えていただけますか。はい、あのライディングアシスト E と言いまして、はい、オートバイが自身でですねバランスを制御して、立つものになります。しかもあのこのステージから出てくるとき、はい、一人で走ってきますよね、このバイク。そうですね、はい、あの一人で走るのも、まあ、主の目的ではなかったんですけども、はい、バランスをアシストするということを使っていくとですね、うん、はい、自動的に一人で走るということも一つの可能性として出てくると考えています、ね、ステージ上で、はい、あの男性の方もなんかこうタンクとかにこう触ってたりヘッドライトみたいなところ触ってたんですけども、ね、あれは何かアイスを出してるんですか。少しあの、まあ、こういう人についてきたりですね、はい、可愛く一人で動くというのが割とあのペットのような自分の愛車、はい、自分の本当の愛するバイクという感じが少しイメージがしますので、はい、私たちもあの皆さん見ていただくときにですね、はい、よくやったよという形でタンクを叩いたり、でついてくるときには少し合図を送って、はい、後ろを来なさいということのことを見ていただくと、二輪車の技術者、まあ、おっしゃるようにオートバイのライダーはバイクが止まった時に倒れる、はい、それから足をつかなきゃいけない、はい、でそこをですね、なんとかできないかというのはやっぱり二輪を開発する技術者の中の夢の一つだった、はい、こうなんとかしたいというのがずっとある中 で私たちの中にはあのアシモを代表とする、はい、ロボティクス技術から来たですね、バランスをいかに取るかという理論だとか、はい、技術を持っておりましたので、そのロボティクスの技術者と二輪の夢を持った技術者が、はい、じゃあ一緒になって何とか作ってやろうと言って始まったのがこの車ですので、一つの夢の実現というのがこの形で出てきていると思います。社内の二輪のメンバーとコラボレーションしたんですけど、はい、今回見ていただくのはバランサーシート、はい、オートバイです。ヘッドバイクのフレームの一番このメインとかですね、ここから先で大体ができてますね。後ろは同義オートバイであれ、エンジンであれ使えるというか、はい、フロントのこれベース自体は多分 NCK のフレームですよね。これはそうですね、だからもう本当にそのフロント周りのこの機構がつくバイクだったらどれでも行けちゃうからですね、はい、あの正月のアメリカの家電一で出した時は、まさにおっしゃる NC を使われてますと、後ろがエンジンのものでこれができます、ね、エンジンのものだと今度フロントエンジンで走ります。じゃあそうするとこの、はい、もうフロント周りで基本的に完結してるってイメージなのかな。そうですね、あのここにモーターが入っておりまして、おこれであの打角を、打角をこう調整しますので、あとはこのフォーク角度をちょっと動かしていきます。そうですね。すごい。これでバランスを自分であのまあここでハンドルをあの通常の普通のオートバイのライダーがハンドル操作で止まらないとバランスを取りますよね。それと同じことをこれで。あ、本当だったんですね。走り出すとですね、走り出すとこれになると、これが通常のオートバイの状態です。そうするともうこれでは倒れてしまうというか、普通にこう走れる状態になるので、通常のオートバイと同じです、うん、で車速が遅くなってくるとこれで、限度は、はい、そうです、ね、少しだけあの同じ動きではないです。それはあのやはり
バランス取ってる時にちょっとハンドルがすごく動いてしまって、そのライダーにも違和感が与えますので、これを調整してる。動いてないのに、ここだけ動いてますね。そうですね、そうしないでこう。確かに犬みたいにこう、あやしてやると、よちよちって言うんですね。